皆さんお茶。ということでね、えー、本日もやっていきたいと思います。で、まあ今日も試合内容行く前にですね、いろいろと今日はニュースがあったんですけども、えー、さらにまた追加でですね、えー、演説戦が終わった後かな、これはね、翔、え、平、ー、のロッカーが空になっていたと、えー、いうことになりました。で、まあ空になってたっていうのはまあ私物とか野球道具とかがまあほぼほぼとね、もうなくなっているという状況。通常なの、通常であればですよね、 まあ、いろいろとバットとか、スパイクとか、シューズとか、まあ、ぎっしり入ってるわけですけども、まあ、それがほぼなくなっていたということですね。なので、ええー、まあ、なんでしょうね。今期終了かという、まあ、ええー、予想がされるっていう感じでしょうか。で、まあ、今日もですね、試合前に、こうね、ゲージの中でトレーニングしたりとか、まあ、ええー、出場をどうするかみたいなことで判断するためにね、ええー、動いてはいたらしいんですよね。だけど、まあ、今日、 試合後かなそういう感じにはなったので、まあ、どういう感じなのかっていうのは正直わかりませんし、エンゼルスとしても、まあ、今日そういうことが起こったらね、例えば、まあ、手術に向かう、治療に向かうということならば、今日ね、すぐ発表すりゃいい話なんですけども、まあ、発表は明日、えー、何らかの、えー、ことがね、発表されるみたいなことらしいんですよね。だからま、正式にどうなるかっていうのは、まあ、明日の情報待ちではあるんですけども、 まあもう、ロッカーを片付けたということは、今季、まあプレイしないという感じがね、まあかなり、えー、確率としては高く予想されるんじゃないかなと思うので、まあ、えー、その肘の方の治療に向かうのか、まあ脇腹の方がもうね、今年は出れないという判断でもう、えー、まあお休みという形になるのかわかりませんけどもね。 まあそんなところの情報となっておりますので、まあもう今期はちょっと彼のプレイが見られない可能性が高いんじゃないかなということにはなりました。でまあこれはねもうしょうがないし、脇腹の時ももうちょっとまあね、今期ダメかなってそうなった段階で思ったわけですけどもね。 まあなぜこう出ようとしてたのか、そしてなぜこのタイミングなのでね、こうロッカーをっていうのはわかんないんですけども、まあ今日なんか負けたことによってね、地区優勝自体はまあ消滅したということらしいんですけども、まあそれまではなんとかっていう話だったのか、まあただワイドカードはまだギリギリね、大丈夫というかセーフなので、まあそれを考えればね、なんかそのタイミングもちょっとおかしいなとは思うのでね。 まぁちょっといろいろとわかりませんけども、なぜこのタイミングだったのかっていうのはね。 だけど、まあ、結局そういうことになったので、まあ、根拠は終了かもしれませんねっていう感じでね。まあ、もうちょっとね、やっぱり復帰しようとしてたっていう感じではあるので、まあ、もうちょっと最後に見たかったという感じもありますけども、まあ、ただこれで治療に向かうということなのであれば、それはそれでありだと思いますしね。全然 OK だと思うし、来期に向けてはいいと思うのでね。まあ、明日の発表待ちと。で、これでまたね、あのー、ロッカー片付けましたっていう話で、 まあなんていうでしょうね。移籍をしてほしい。勝てるチームに行ってほしい。まあ僕も含めてそうですけども。という方たちはまあちょっとエンゼルスとの別れかみたいな感じでね。思ってる方もいるかもしれないんだけども。まあ基本的にシーズン終わったら多分ロッカーって片付けるんですよね。で、彼はもう FA になるわけですから今年ね。なおさらまあそういう選手は片付けていくのはまあほぼほぼ当たり前な話なので。まあロッカーを空にしたイコールエンゼルスとの別れっていうまあ、 え、感じではないですね。まあ、そうなる可能性が高いとは思いますし、思われておりますけども、ただ、えー、完全にね、その、今のタイミングで片付けたからこそっていうのは、まあ、あんまり関係ないかもしれませんね。ただ、ま、状況としては、ま、あそのね、えー、移籍して勝てるチームに行くっていう方向が強いかなとも思いますし、そう願っておりますけど、個人的にはね。ただ、えー、ま、空にした、 それがまあ、えー、別れをね、直結させるものではないのかなと。現状ではね。まあだからなんていうんだろう。当たり前のことっちゃ当たり前なことだわけですよね。FA になる選手らしい。FA になる選手じゃなくても多分最後は片付けるしで、このまま多分試合に出ないのであれば、まあ片付けておく必要があるわけですからね。まあそこは通常のことなのかななんていうには、まあ個人的には感じましたけども、ただそれがやっぱりね、エンゼスの別れかっていう方向で捉えているまあ感じの、 え、X の方とかでもね、見られたので、まあ、そんなところもちょっと個人的には、まあ、えー、あまりね、直結はしないのかなっていうところは一応お話ししとこうかなという感じでは思いますね。ということになりまして、まあ、ちょっとね、試合後、まあ、衝撃のニュースって言ったらあれですけど、大げさですけども、ま、ロッカーを片付けたという状況で、まあ、今期終了なんじゃないかというね、お話が出てきて、まあ、明日、詳細を発表される予定であるということになっております。えー、続いてですけど、 でも、ヒホがですね、手術を受けたということで、まあ、あの、上腕二頭筋、まあ、断裂したっていうところの修復手術かなと思いますけども、えー、まあ、とりあえず受けたみたいですね。で、まあ、手術受けるのかどうなのかみたいなことも多分言われてなかったとは思うんだけども、まあ、もう受けたみたいなことでね、えー、まあ、スプリングトレーニングに向けて準備ができるというね、期待は依然として残っているということなので、まあ、開幕間に合う可能性もまあ、あるんじゃないかっていうところですよね。 いう感じの、まあ、ま、あヒホのニュースになっておりまして。あとは、ま、レンドンの話ですけども、えー、ま、ずっとなんかね、えー、どうなんだって感じで、ま、あ情報もアップデートされなくて、ま、あそれはそれでいいんですけども、えー、結局、ま、あ骨折だったという話みたいでね、えー、なんか、ま、あ5人目の医者の方に見せた時に骨折だという、ま、あ診断が下ったみたいなところで、その前の4人はですね、まあ、えー、打撲っていう、 え、診察というか診断だったみたいなんですよね。だけどまあ結局、まあなかなかね良くならないし、まあなんか痛みも強かったりずっとあったりっていうのがあったから、多分いろいろな人に見せたんでしょうね。 で、最終的に5人目の方が骨折だってことを言ったみたいな感じでしょうかね。なので、まあ、ただ、打撲でも骨折でも、このリハビリというか、この治療というかね、その過程はまあ同じなので、やっていたことは別に、えー、同じことになるわけですね。うん。診断が違えどね、骨折か打撲かで。だから別にあまり意味はないらしいんですけども、その、まあ、今ね、行ってきたことについてはね、別に同じことをやるべきであったので、 ただ、まあ、あのー、骨折は骨折だった、みたいなことですよね。でもって、まあ、エンゼルスとしても、まあ、骨折だったということは、えー、8月のあたり、うん、まあ、2週目ぐらいかな。で、まあ、知っているらしいんですけども、まあ、それについて、ま、発表がね、今までなかったみたいなことになるわけで、ま、レンドンとしてもその間何も言わないからね、あれだったんですけども、 まあなぜその演説として発表がなかったのかっていうのもまあよくわかっていない状況みたいですよね。なので、まあ一応彼もね、その、まあこの後プレイするつもりがあるのかとかいろいろと聞かれてるらしいんですけども、まあ代理人との話でもですね、まあ今後、えー、しっかりとまあ直すっていう方向に向いているということなので、 まあまだ引退するとかっていう話ではないみたいですけどもね。まあそんなところのまあ連動骨折でしたよっていうまあニュースですね。えー、続いてですね、えー、ムーさんとモニアックが IL 入りということになりまして、まあ結局ですね、昨日まあアダムスとパリスがオプションで、で、ウォルシュとフレッチャーが上がってきましたっていうところでね、まあこれに、えー、これをやることによって、 ま、なんかね、給料が削減できるよねっていう話であるということだったんですけども、結局またあの、モニアクとムーさんが戻あの、IL に入ったので、まあ一日で二人ともまあ戻されたみたいなことになりました。で、結局まあ、そうなったので、まあこのまま二人がいるとですね、一日だけ節約したことになるのかな、一応。だから昨日の時点での一日っていうのがまあ、 一応その、まあ、削減されたのかもしれませんけども。だから、ま、当初、昨日言われていた11万何千ドルみたいなね。日本円だと1700万円ぐらいが削減できるよねっていうことだったんですけども。まあ、それはね、あの、現状できなくなっちゃったみたいなことでね。ただ、ま、なんかちょっと思ったのは、じゃあね、昨日のうちにその、要は入れ替えをね、IL に入る人とあれでやればよかったじゃんってね、ウォルシとフレッチャーでっていうのは思ったんですけどもね。 だからまあその一日の給料を減らすためだけにそんなね、わざわざやってんのかなーなんていう声もね、書かれてるんですけども、正直どうなんですかね。うん、そこまで推奨はないのかなと思うので、まあ、えー、たまたま今日やっぱり IL だなってなったのか、うん、ちょっとそこはわかんないんですけどもね。うん まあそんなところなのかなーなんていうのは思いますけども。まあとりあえずすぐに戻ってきたということで。まあだからおそらくそのままずっといたんのかな。アナハイムに、まあなんでしょう、えー、オプションだったからね、そっちに向かったっていう感じじゃなくてそのままいて、結局そういう流れではあったのかもしれませんけどもね。うん。まあちょっとよくわかんないけどその辺はね。ただそんなところで結局1日で戻ってくるような感じにはなりましたというところですね。 ではまあこの後もまあしばらくは二人手で、まあもし翔平が IL に入るのであればまた誰か上げてこなきゃいけないしっていうのもあるしね。まあそうなってくるとまた給料がかかるっていう感じにもなってくるのかもしれないけども。ただね、アデルがまあ今日復帰、あのしててね、リハビリ出場してて、3打数3安だのかな。でホームランも打ったりなんかしてるみたいなんで、まあ彼もそろそろ戻ってこれんのかもしれないんですよね。 で、ただまあ戻ってきてもね、その昇平の枠があってとかいろいろあると思うんで、まあそれをどう使うかなんでしょうけどもね、まあピッチャーを入れたりすんのか、でまあアダムスとアデルを入れ替えればっていうのもあると思うしね、まあどういう風になるかわかんないんですけども、まあとりあえずなんか、うん、その一日だけあれしてね、まあそれでも削減されたのかななんていう風には思ってねで、昨日もなんかコメントでね、まあもちろん、その、指名のね、あの、昇平に QO を出して、 で、拒否して、で、笛になって、で、どっかと契約した場合に、その指名権がもらえるわけですけども、まあ、それが贅沢税を超えてると、えー、超えてると超えてないのだとね、指名順位が、まあ、超えてない方が、えー、早くもらう、早いものがもらえるわけですけども、まあ、それはもうね、その、ウェイバーにかけましたっていう暴れた時の動画からもうずっと言ってますけども、まあ、それはわかってんだけども、 ただ、ま、そこまでしてあれする必要があるのかな、みたいなね。で、正直、オーナーとしてその、まあ、何でしょう、使命権がちょっと良くなるっていうのが、本当にそれを求めてるかって言われると、ちょっと疑問なんですよね。エンゼルスって、ま、このところ、まあ、逆に、まあ、QO 拒否した人を取ってきて、使命権失ってますよね。まあまあ、確か。えー、そうっすよね、おそらくね。え、アンダーソンとかもそうっすよね。で、シンダーガードとかもそうじゃなかったですか ちょっと忘れたけども。だからまあ、そう考えればまあ、そこまで固執しているというか、こだわってない気がするんだよね。でもって、プロスペクト、まあ、その指名順位なんで、まあ、新たに指名する選手ではあるし、まあ、もちろん早く指名できるものがもらえるなら、それはそれに越したことはないんですけども、ただ、うん、なんかそこ、それがいいから、まあ、 あのー、削減して贅沢税を下回りたいっていう思いよりは、なんかとりあえず余計に金払いたくないなっていう方が、なんか強い気がするんですよね。うん。なんか動きを見てればね。っていうか、結局まあポストシーズンに行こうとして、まあ補強してダメだったから、じゃあもう削減の方向へ舵を切って、で、できるだけもう本当にちょっとでも、えー、少なくしようみたいな、いう動きにしか見えないというかね。 まあもちろんその、指名順位が関係してるのかもしれないけどもね、大きな理由としては。ただシンプルに贅沢税をただ下回りたくて、で、下回ってさらに、まあ金をそろその、少しでも少しでも少なくしたいっていう、うん、方に見えるかなっていう。だってそこまでするみたいな動きが結構多いじゃないですか。 だからそっちに思っちゃうなって言ってくろですよね。だから普通のチームであれば、まあやっぱり指名順位がね、みたいなのあると思うんだけども、エンゼルスってそのプロスペクトがどうのとかこだわってない気がするんでね、オーナーはね。いやもうプロスペクト欲しかったらトレードに出してもらった方が良かったわけじゃないですか。基本的にはね。その指名順位でね、ちょっともらえるんだ、じゃない、もっとね、大きいものが手に入ったわけなんだけども、それをやらないわけですから、からそんなにこだわってないのかなって思うので、 まあ最近のなんかほんと細々した動きうん。まああの、スタシーをね、あれして。で、まあ、何でしょう。ベラスケの分も多少削減できたのかなっていう動きもあったし。まあそこの、その後にまあ昨日みたいなことが起きてるんでね。まあなんか、本当に細かいことをこちょこちょやってんなっていう感覚ではあるので。まあなんかそういうね、えー、少しでも減らしたいのかなっていう。うん 感じでか、捉えてるかなってね。うん。個人的にはね、思いますけどもね。っていう感じで、えー、まあ、またね、ちょっと、昨日オプションで落としたけど、また上がってきたみたいなことにはなったと、えいう今回の動きになっております。ということで、えー、今日のね、試合情報を行きたいと思いますけども、まあ、今日は11対2でね、えー、大敗したということになりました。まあ、ご存知の通りね。 で、まあ今日は、えー、まあ大敗したというかね、まあ途中まではまあそれなりな感じだったわけですけどもね。まあ7回じゃない、8回ですね。7点取られたっていうところで、まあかなりの大敗という感じにはなってしまったんですけどもね。まあそこまではまあちょこちょこ点は取られたけども、えー、4失点ではまあいってカニングがね、言ってたわけだけども、まあそういう感じにはなっちゃったというところでね、まあディアスがまあやられたって感じですけどもね。でまあ今日は6アンダーのうち、 えー、まあ、オプションで落としてたのと、まあ、上がってきた人たちで4アンダーっていう、まあ、感じですよね、えー。パリスが1本。で、ウォルシュのホームラン。フレッチャーのホームランとヒットって感じで、まあ、それが4本。あとは、まあ、グリチャックとフィリップスのヒットって感じなのでね。まあ、それもなんだかなとは思いますけども。ただ、ウォルシュ、そしてフレッチャーにホームラン出てるので、まあ、昨日言った通り、まあね、そういう動きであったけども、彼らにとっては、 まあ、チャンスでないはずはないので、まあ、ここでね、えー、まあ、どうにかアピールっていうところですけども、まあ、特にウォルシュと言いましたけども、まあ、ホームラン一発出たし、まあ、あのー、今日一打席しかやっぱり左ピッチャーだったんで、相手がね、えー、スクーブルだったので、まあ、その、ねえ、なかなか先発ではなかったわけですけどもね、あの、9回に一発っていうところで、なんかあの、打った後の、なんて言うんでしょう、あの、バットの置く感じ、 っていうかね、まあなんか久々に見たよねっていうところでね、まあちょっと嬉しかったですけどもね、あの感じね。なので、まあちょっとね、あの、メジャーではあの戻ってきて、まあその以前戻ってきた時ね、復帰した時からの成績なんでね、まあなかなかちょっと今の数字は厳しい数字にはなっちゃってるんだけども。 ま、この後そのままいるのであればね、まあ、またね、アピールの場ではあるので、マ、まあ、エンゼルスに残るかわかんないし、まあ、残らないで FA になったとしても、まあ、昨日言った通りね、どっか取ってくれるかっていうところの、まあ、材料としてね、ええー、まあ、んでしょうね。やっぱり、まあ、治療を受けて戻ってきたけど、やっぱりちょっとまだね、あれだったっていう感じではあると思うんだけども、それがマイナーに行ってもそのまま続いていたわけですが、 まあ、9月はちょっと良くなってんじゃないかっていうところでね。まあ、その、まあ、状態もね、彼自身としての状態もまあ、上がってるのがどうなのかっていう話ですけども、まあ、ちょっとね、良くなってるのであれば、まあ、こっからアピールというところで、今日はその、まあ、最初というところでしたけどね、一発出て良かったと。で、まあ、あと、フレッチャーに関してはまあ、えー、ね、 あんまり期待してはいないホームランですけどもね。みんな驚いた表情でしたけども。まあでもね、ポールにぶつけてっていうところでね。まあ、ホームラン打ってほしいっていうあれではないですけどもね。まあ彼にとっては、その、コンスタントに率が残るかみたいなところでやっていかないと、やっぱりね、えー、出塁率的にもあれなので。まあそういうところですけどもね。まあこのまま彼も、まあアピール。多分まだね、エンゼルスにいることにはなるので、彼はおそらくね。 だから、まあて言うんでしょうね、いいようにこう、まあ怪我人が出た時にっていう感じのあれじゃなくてね、まあしっかりと、まあベンチに開幕からね、入っているような状態を作り出せるように、まあ自分でアピールって感じでしょうかねで。あの、サービスタイムがね、あと5年を超えればあれなんでしょうけどもね、それまではまあいいように、あのね、行き来させられるみたいな感じにはなりますので、 まあそれをどうにかっていうところでしょうけどもね。まあでも今日は二人とも上がってきてすぐ結果が出たから、まあそれは良かったのかなと思いますけどもね。で、まあちょっと長々と喋っちゃったんですけども、まあもう、あの、いいですかね。試合内容的にはあれだと思うんですけども、まあなんでしょう。まあ簡単に言うとね、カニングとしてはまあそれなりには投げてたんだけども、まあ初回もね、ツーアウトから連打されて、で、まあ先制されて、 で、2回もね、えー、ヒットとフォアボール出して、ツアウト取って、ね、またヒット打たれて点取られてっていうところと、あとは4回はホームラン。で、6回もホームランっていうところでね、まあ、その4失点なんで、6回4失点ではあるんで、まあまあ、まずまずではあるわけですけども、なんかやっぱり今日はね、あのー、請球が悪かったというか、ビハインドピッ、あのー、カウントがね、 悪い。あの、ボールカウントが、まあ、先行しちゃうようなカウントがあっての、まあ、打たれたっていうところと、あとはなんかね、まあ、あの、外角最初の方なんかちょっと、うん、攻めが外角すぎて、それ狙われてんのかなみたいなね。みんな右に打たれてるって感じだったんで、まあ、そういうのもありつつ、で、まあ、あとはカウント悪くして、ええー、まあ、ちょっと行かれたっていうね、うん、感じなのかなと思いますけどもね。 まあだから、そんなにね、うん、すごい悪かったわけじゃないし、まあ6回4失点なんでまずまずなんですけども、なんかそのね、配球の偏りというか、そのコースですよね、うん、外ばっかだったのとか、またはね、えー、いまいちのコントロールがあれだったので、まあカウントを悪くして取り入って、しょうがない取り入って打たれちゃうみたいなね、まあそんなところが、えー、あっての4失点かなっていうところですね。でまあディアスがね、本当にもう、 7失点しちゃったんでね。まあなんか、なんだんでしょうって感じでね。ずっと連打されたみたいな感じになりまして。まあ5連打とフォアボール犠牲フライと2連打とフォアボールで11対1になっちゃったわけですよね。だからまあ彼もなんかずっと右バッターのインコース投げてたとかなんかそんな感じでしたけどもね。だからまあなんか今日はコースの偏りがひどかったのかな。まあインコースが打てないとかって アウトコースが苦手とかがずっとあったのか分かんないんですけどもね。なんかそんな感じの攻めだった気がしますけども。まあそんなところでエスコバーが変わってね。まあエスコバーがなんかまあ見事に抑えるわけなんで。まあもうこの天才になった後ですから、まあもうエンタメとしてはなんかいい試合というか面白い試合になったんじゃないかなと。最後ね、しっかりと抑えてるわけだからね。1.2イニング、ノーヒット。まあもちろんね、あれなんですけど、 遅い球とかいろいろ使ってね、駆使して、まあ相手も一応こう、まあ、無理やり打ちに行ってくれたりしてるんですけども、ただまあね、わざと打ち取られてるわけじゃないので、まあヒット一本も打たれてないっていうのはまあすごいですよね。で、防御率がまあ今2.45とかなんでね、まあなんかいいピッチングしましたね、うん、っていうところで、まあ今日だから、 まあ、マルテもそうですけども、エスコバーが1.2イニングで無安打なんでね、うん。一番しっかりと投げた、えー、ピッチャーにはなってしまったんじゃないかな、彼がね。という感じではありますけども。まあ、もちろんね、ヤシュトーバンとピッチャーが投げるのとは、まあ、相手のあれも違いますけどもね。ただ、まあ、エンタメとしては良かったんじゃないですか。最後、まあ、こんなあの、天才になっちゃったけど、まあ、盛り上がってたみたいなんでね、お客さんも。まあ、それはそれで良かったのかなと思いますけどもね。 まあ、ただまあ、こんな感じの、ちょっとね、8回でまあ、ひどい試合にはなっちゃったなっていうところですね。でも、相手ピッチャーのね、スクーブルが、まあ、良かったっすよね。なんでしょうね。まあ、球もそこそこね、スピードも出てるわけだし、まあ、チェンジがいいのかな。うん、っていう感じだと思いますしね。まあ、僕、月3.25ですから、今年の状況でね。まあ、それはね、素晴らしいし、フォアボールも0だし、3アンダーですからね。 まあ、なかなかちょっとね、厳しかったですね。という感じの、まあ、今日の試合情報かなとは思いますけどもね。まあ、とりあえず、まあまあ、あのー、ウォルシュにホームラン出たからよかったかな、っていうとことね。あと、まあ、パリスに関しては、まあ、ね、上でこう、どうにか、まあ、センター守らす必要はあるのかわかんないですけども、あの、ベラスケもいなくなっちゃったしね。まあ、来年どういう、あの、布陣で行くのか知らないし、 まあ、しっかりと内野の補強も入れるのかもわかんないんですけども、まあなんかあんまり補強しないんであれば彼はね、あのー、まあ一応内野の控えとして必要になってくるかもしれないし、まあなんとなく、まあ打つをももうちょいでヒット増えそうかなみたいな打球はあるんでね、あとはまあ足が、ええー、 使えるというところもあるし。なのでまあ彼は一応置いといて使った方がいいのかなと思いますけどもね。まあアダムスはアデルが戻ってきたら、まあ来シーズンとしてはアデルはオプションが多分ないのでね、えー、どうにかしないきゃいけないので、まあチームに入れとくのであればね、トレードしなかったりするのであればメジャー枠に入れとく必要があるとは思うんでね、おそらく。まあそう考えればアダムスに関しては、 まあ、上にはなかなか、うん、枠がなくなってくるので、まだマイナーかなっていうところでしょうけどもね、来季に関してはね。なので、まあ、パリスは、その補強がどの程度になるかによっての話ですけどもね。まあ、打つ方もちょっとあれだし、まあ、守備はまあまああれでしょうし、内野の守備的にもね。で、あとは、えー、打つ方がね、ちょっと、もうちょいヒットがね、えー、になればっていうところでしょうかね。 で、足は使えるので、まあ、最近の野球に関しては、ま、そこそこいいんじゃないかなっていうところでは思いますけどもね。っていう感じで、ま、今日はちょっと、えー、大敗になってしまいましたけども、まあまあ、うん、っていう感じの試合でね、えー、まあ、彼ら、の、ウォルシュ、フレッチャーにホームラン出たのでね、まあ、そこは良かったかなというふうには思います。えー、ついてヤンキース情報ですけども、今日は7対5で、えー、ピッツバーグね、パイレーツに勝利ということになりました。 で、まあね、あのー、今日はもうコールが投げてたんですけども、まあコールは5回までで2失点かな、というピッチングになっておりまして、えー、その後ですね、まあちょっと、えー、ね、変わったピッチャー、ミセビッチかな、がちょっと頭にね、当たっちゃうというね、打球が、ということも起きまして、ちょっと恐ろしいことが起きたんですけどもね、 まあ一応ね、自分で立ち上がって、まあなんか血は出てたけどもね、立ち上がってそのまま、ええー、まあカートというかあれに乗ってたんで、 まあ、現状は大丈夫なんでしょうけども。まあ、この前もね、ウォードの時もあったし、あとはシリセスの時とかも言ったんですけど、あったったまあ時はまあ OK でも、その後ね、出てきたりするんでね。まあちょっと、うん、大丈夫かはまだわからない状況ですけどもね。まあちょっと心配ですし、怖いことが起きたなんていうところですね。でまあ、その後まあ9回でね、まあ普通に負けてたんですけども、まあ、えー、満塁になってですね、 で、ワンナウトで、えー、押し出し来て、で、1点差まで来たわけですが、ボルピの、まあ、ゴロでですね、月で終わりだったんですけども、まあ、ちょっと、早球がね、ワンバウンドでなって、中途半端になって、まあ、逸れたっていう感じでね、まあ、スローイングエラーで、で、逆転して、 で、その後もね、もう一点追加して、そのまま9回ぐらい抑えて勝ったみたいなところでね、まあ、基本的にはもう終わりだったはずでしたけども、まあなんとなく勝てたみたいなね、まあ相手のミスですけどもね、まあ勝てたというところで、まあまあでも勝ってよかったんじゃないでしょうかね。で、まあ、これで、一応地区順位的にはまあ、1個上がったのかな、うん、とは思いますのでね。まあそれも、まあでもどっちしろまだね、1ゲームとかしか変わんないから、 まあまあへーへー、終わるまでわかんないんですけどもね。まあとりあえず、えー、ちょ、しばらくビリだったわけですけど、ちょっと脱出した感じですかね。という感じのまあ今日のヤンキースとなっております。ということで、えー、本日はね、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクソのフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。 えー、ここからね、雑談となりますけども、えー、まずね、あのー、昌平がまあ、ボストンにっていう話がちょっとね、なんか出てましてね。まあ、それが、なんでしょう、ニューバランスの、うん、ことでボストンっていう話でね、なんか書いてあったんですけども、まあ、その話って、あれですよね、もうだいぶ前というか、ニューバランスに変わった時かなんかに、まあ、このチャンネルのコメント欄でもそういう話ありましたよね。 だからまあ、もうなんか前見たことあんなみたいな話でしたけども、このね、チャンネル内ですればね。なので、まあなんか面白かったですけどもね。まあもう、だいぶ前にその話なんか聞いたことあるわ、みたいな感じでね。ちょっと今日、今日出てたと思うんだけど、それ今日か昨日かね、ボストンにっていうのは。だからその理由的にはね、もうこのコメント欄にあったわっていうふうに思いましてね。うん。 まあかなりの先取りだったんじゃないですか。だからね、コメントをくださった方はね、っていう感じに思いますけどもね。まあそんなところでボストンにっていうのはま今日出てましたけども、まあどこに行くのかっていう話はね、まあわかりませんけども、まあとりあえず、えー、勝てるところでいい契約もらえればいいかなっていうところですよね。 まあそんなところでね、うん、まあなんか今日出てましたので、ちょっと、えー、お話ししましたけどもね。あとはまあ昨日のコメントで、まあね、えー、フレッチャーとかがこう上がってきて、まあ、翔平残留へ向けてのっていう話でね、書かれてましたけどもね。まあまあ、そういうのもあるかもしれないけども。ただまあ、正直、フレッチャーもね、ウォルシュも、まあ来シーズン開幕にまあいるかわかんないような立場ではあるわけですからね。 まあそれがどうかって言われるとまあ可能性としてはまあ低いでしょうねっていう感じには個人的には思いますけどもね。まあそんなところですかね。それともまたねなんか別なね本当に関係ない話なんですけどもまあ僕いつも大体朝ってパン食べるんですよ。あのー、ロールパンみたいなやつねスーパーとかに売ってる。でまあ昨日っていうか今日のその分がなかったんですよね。でまあ今日の分のパンを買わなきゃっていうことで まあ、昨日スーパー行ってね。うん、ちょっと、まあ、スーパーじゃないや。スーパー行った後に、まあ、スーパーというか、まあ、昨日ユニクロ行ったんですよね。で、まあ、カウズの T シャツが出ててですね。まあ、それ毎回買うんで、まあ、ちょっと昨日買いに行ったんですよね。うん、まあ、なくなっちゃったら嫌だなと思って。まあ、あ多分なくなんないしね、安売りするかなと思ってんだけども、ただまあね、サイズがなかったりすると嫌なんで、まあ、先に買ったんですけど、とりあえず1枚ね。 で、まあ、その後コンビニ行ってセブンでですね、えー、まあ、あんま普段惣菜パンとか食べないんですけども、まあ、昔は食べてましたよ。あのー、高校生の時とかね、毎朝セブンに、あのー、電車降りてセブンがあって、で、そこで、えー、なんだっけ、お好み焼きパンっていうのあったんですよ。今もあんのかなちょっとわかんないですけどもね、昔あったんですよ。それをほぼ毎日食べてましたね。お好み焼きパン。うまかったっすね。 っていう感じで、まあ前はね、惣菜パン食べてたんですけど、最近はまあほぼほぼ食べてなくて。でまあ昨日そういうね、ちょっと普段食べてるパンがまあ家にね、ちょっとないタイミングで、まあなんか買ってこなきゃいけなかったんで、セブンでね、あの、惣菜パンのを買ってですね、うん、帰ってきたんですけども。でな、やっぱりなんかね、普通に毎日同じようなパンを食べてるんで、 ねえ、まあ、次の日の朝のことを考えて、なんかね、明日これを食べるみたいなね、楽しみはないわけですけども、ちょっとね、その惣菜パンを買ってきたことによってね、えー、夜、まっ、あ、暗えて、まあなんか歯磨いて寝る前にね、やってる段階で、なんか明日そのパン食べるの楽しみだなってちょっと思うというね、なんか単純なね、あれですけどもね。でもなんかその日常になんかちょっとあれすると、まあね、本当にね、 ポケなあれですけど、幸せですけども、楽しみですけどもね、なんかそんな感じで思ったというところでね。ま、ほんと普段同じもの食べてるんですよね。あんまりね、ないんですよ。こだわりというか、ま、あ別にその同じものがそれじゃなきゃ嫌なわけじゃなくて、ま、あ別にね、えー、違うものでもいいんですけど、パンもね。だけどなんか毎回ほぼ同じようなものを食べてるんでね。ま、あそんなところでちょっと、普段食べない惣菜パンを買ったらね、少しなんか幸せを感じたっていうね。 どんだけだよって話ですけども。まあでも人間ってそんなもんじゃないですかね。うん。まあだから最近あんまりなんかね、ちょっと、まあこの前大阪出かけたりしましたけども、まあ基本的にはまあ日常を過ごしてるわけじゃないですか。毎日毎日同じ感じでね。だから、まあなんかちょっと違うことがあると、まあそれでもね、ちょっと違うなって思いましたけどもね。まあもちろんね、あの日常でもどっか出かけたりとかしてるわけですけども、まあそのね、 旅行行ったりとかっていう大きなね、えー、あれじゃない限りはなんかね、まあ基本的に日常の繰り返しみたいになってるんでね。まあね、前はもうちょい旅行行ってたんですけどね、コロナの前はね。だからまあ、最近ちょっとね、えー ちゃったちっというかあれなとですけどもまあそんなところでねなんとパンを朝の朝食べるパンをねちょっと買っちょっといっだけょっと待って、ちょっとったなょっって、いうっ、うん、んかふて、と思ったんですとねっる寝る前のねその歯磨いて、る時に、えー、そんなて、じですね で、あと、えー、この前から、あの、プレゼント企画っていうことで、X の方でね、あの、DM を送っていただいたと思うんですけども、まあ、あのー、ね、しばらくやってなかったし、まあ、あのー、サブチャンネルもちょっとね、えー、この前、あの、ホテルの動画をね、あっちに、まあ、あげたんですけども、まあ、あっちにあげて、メインの方のところに貼っつけたからかもしれないんですけども、えー、チャンネル登録者数もですね、あのー、何人、最初何人もいなかったんですよ。 で、今、102人ぐらいになったんですよね。だから、100人も突破しまして、まあ、そういうのもありつつ、まあ、応募してっていうか、DM くださった方は、まあ、全員に送るという感じにしようかなと思いますので、まあ、あの、送り先と、えー、送り先とか、あの、郵便番号も含めた、あの、送り先と、あと、名前だけでいいかな、っていうふうに思いますので、まあ、あの、応募、 以前もうすでにね、応募していただいてる方ですね。今からはちょっとあれなんですけども、もうこの前応募しますっていうことでね、DM いただいた方たちは、全員ということにしたいと思うのでね。まあ、ちょっと数多かったんですけども、まあしばらくやってなかったから、まあね、いいかなっていうところで。で、まあ、えー、DM ね、それで送り先とかをいただいて、まあ、ちょっといつ、その、 発注というか注文できるかわかんないんですけども、まちょっとね、えー、合間にやってですね。で、まあそのうち多分発送されるとは思うので、まあ、えー、いつ買いましたとかっていうことは、まあ,あのね、えー、アップデートしませんけども、まあ、そのうち届くのちょっとお待ちいただいてっていう感じにはなるのかもしれないんですけどもね。まあ、そんなところでちょっと、えー、DM の方をね、やっていただけたらなと思います。ということで、今日は雑談これぐらいで終わりたいと思います。